2007年のパリ祭りにおいてシャンゼリゼ通りを軍旗を戦闘に更新する各国軍の隊列。オーストリア軍同乗。手前はブルガリア軍、奥はスペイン軍軍旗とは軍隊及び軍隊内の部隊を表彰する旗象。近代的陸軍の登場以降は伝統的に連隊を高級の基本的部隊単位としてきたことから連隊ごとに授与されるものは特に連隊旗とも称される。 同情。ドイツ連邦軍の軍機軍機は、指揮官、部隊長の所在を明示する目的や、軍隊、部隊の精神的支柱として、古くから用いられており、一例として古代ローマの各軍団は固有の軍機を有していた。世界において軍機はその軍隊の象徴であると同時に、その国の国旗に順次国家等を表す重要な存在である。多くの国の軍隊において、軍は、 程度の差はあれど神聖死される存在であり、原則として、最高負は許されず、戦闘において、敵軍の軍機は露格するべき対象となった。また、敵軍に軍旗を奪われることは大変な地辱とされ、軍旗は命をとして守護すべきものであると考えられる、傾向があった。特に軍旗が遺憾されていた軍隊としては、近世及び、近代のフランス軍、ソ連赤軍、 大日本帝国陸軍などがあった。また、プロイセン以降の歴代ドイツ軍では、主に新兵が軍機に対して戦争を行い国家等に対し中誠を誓う中性戦争が、他17世紀以降のイギリス軍では、この絵師団霊下の各連隊が軍機を戦闘に分裂行進を行い、英国王の越兵を受ける軍機敬礼分裂式という軍機をメインに用いた。 伝統的な認識が現代に至るまで行われている。かつては演習地や戦場において、部隊長のあるところには常に軍機が掲げられ、部隊拠点の所在を明示していたが、戦術の変化や兵器及び通信機器の進歩により意味を失った。また連隊長や連隊本部の所在を敵に示してしまい、攻撃の格好の標的となること、常実の事情から、 軍機の支柱に肯定することで、臨機応変な戦闘行動や、俯瞰的な作戦指揮を阻害すること、そして一万一奪取されるなどの事態が起きた場合に、将兵の指揮に関わることなどから、列強各国の戦闘協議が進化した第二次、世界大戦以降はおおむね戦場に掲げられることは、少なくなっている。現代では単に軍隊、部隊のシンボルとして、パレードや栄誉礼などの儀式、 行事のみで使用されることが多い。同様のものとして、日本の警察機動隊で使われる隊長機がある。ベキシラリウスを再現した役者詳細は、軍機の一覧及び軍艦機を参照少なくとも、青銅機時代以降には軍隊を示す紋章が戦争で使用されていた。フィールドサインとしての旗の使用は、中国やインドあたりのアジアの鉄器時代に登場したのが、 明らかになっている。それ以外の地域で旗が使用される前は、棒の先端に垂れ幕を垂らした、EN、ベクセロイドや、像を取り付けた棒持ちは、アクイリフェル、皇帝のイメージとなるものを掲げた、イマジェニファー、竜の飾りを掲げたドラコネリアス等がいたが使用された。軍旗の使用は、中世の頃に一般的になり、盾の上に示された紋章を保管するものとして、 紋章と共に発展した。また像に関しては、中世の騎士は、兜の上に取り付けることもあった。軍旗の衣装重王比は1、1.3636、現存する唯一の軍旗。不評第321連帯の軍旗。本軍旗は、旗座をのみが、戦後の複製品であり、それ以外の曲実旗、某、関東はすべて当時の実物である。安国神社、優秀館所像。 満州事変における不評連隊の軍機。連隊の新軍人はその隊列の戦闘に軍旗を掲げた大日本帝国陸軍は日本史上において先駆けて旭実旗を考案、採用し軍旗として制定した。衣装は国旗である日照旗に順次日照は中心に位置し、16条の交線を放つ。なお、 海軍はその陸軍に遅れること19年後の1889年、軍機に習い朝日旗を軍艦機として制定した。軍旗及び軍旗の衣装の朝日旗は、五芒星や桜星とと共に、明治最初期から帝国陸軍の象徴として国民に広く知られており、戦争が、写真、軍歌、メディア、兵。なお、正式、正式の名称は、軍旗であるが、 連帯機の通称、故障も採用当時から多々使用されている。2.26事件の際に掲げられた、アドバルーン。東京、西新橋の飛行海館軍機は、陸海軍の大元帥たる天皇から直接手渡しで、授けられる極めて神聖なものであり、また、天皇の分身であると認識され、大変低調に扱われ、帝国陸軍や連帯を表す旗という意味以上の、 存在とされた。軍機に対しては天皇に対するのと同様の敬礼が行われた。陸軍の霊式局中、軍機に対するものとしては、足絵が制定されており、これは主に軍機に対する敬礼を行う際に推奨された。1936年に起こった2.26事件では、海原司令部が直命下る軍機に手向けか、船と書かれたアドバルーンを敬容 またラジオ放送においても、兵に次ぐ、直命が発せられたのである。すでに、天皇陛下のご命令が発せられたのである。今からでも、決して遅くないから、直ちに抵抗をやめて、軍機のもとに復帰するようにせよと勧告、反乱将兵に対し減退基準を促している。日本においては、他国の陸軍と同様、またはそれ以上に軍機が、申請しされ、軍機を喪失することは、 極めて重大な失態と考えられた。西南戦争を描いた月岡義俊の浮世絵、鹿児島聖闘記内熊本城より、諸書戦争の図では、野津大佐軍機を奪還すの副題の通り、西郷軍に一度奪取された、不評第14連隊軍機を、野津道すら陸軍大佐が奪還するシーンを華々しく描画している。これは陸軍による宣伝であり、実際は奪還していない。 戦後警察が発見、口実、反面、軍機奪還のために無謀な作戦を行い返って、部隊が損害を受けるなど、本末転倒とも言うべき事態も発生した。なお、西南戦争下の1877年2月22日、不評第14連隊は、植木町田原坂付近にて、西郷軍の大部隊と激戦となり、移動中の連隊機種、 河原林ゆ太た陸軍将尉は戦死主軍機が奪取された。この事件に対し、連隊長心得、野木マレス陸軍少佐は、総指揮官、山形有友陸軍大将に対し待ち在所を送り処分を求めた。この軍機喪失は、不可抗力として不問に処され、翌年1月21日に再重与されている。なお、再重与直後に、不評第14連隊軍機が発見され、 陸軍省が回収、保管していた。軍機自体の所掌事務は、陸軍省が、製造は、陸軍省の外局である陸軍兵器行政本部の管轄であったが、製造自体は、基本的に民間への外中であり、東京の大手高級軍装品店、株式会社ことぶき屋商店が、製作、納入している。また、軍機の管理上の扱いは、建前ではあるが、 兵器とされていた。真珠は、軍旗真珠の儀により、騎手や連隊長は、正位着用の上、書式にのっとり、宮中にて取り行われ、直後とともに軍旗が可視された。1930年代の不評連隊の軍旗と、連隊騎手。中島最地役防による正路岩の雑誌広告騎手は、新人の将利の中の成績最優秀者が一年間交代で、勤め、 連帯本部府であった。騎手の要件は貧困法制、成績優秀、美目修例昇身であることが求められ、また暗黙の要件として童貞で悪所が良いをしない高潔な人物が選ばれた。騎手は日常の勤務においては連帯副官の秘書のような形で連帯本部の事務処理に当たった。さらに軍機には誘導将校と数名の軍機衛兵が付され、 また戦場では軍機を守護するために一中隊が編成されるが、これは本部中隊たる予備兵力として運用された。官兵式などにおける分裂式において連隊が陸軍分裂行進局及び官兵式行進局に乗せて分裂行進する際は軍機を先頭に連隊長以下連隊将兵がこれに続いた。軍機は決して交代しないとの建前から。 軍旗を反転させる際の号令としては、回れ右は用いられず、右向け右を二回繰り返すとされた。歴戦の証として、旗の部分が失われ、周囲の房だけ残った、騎兵第十六連隊の軍旗軍旗は、完全に失われない限りさえ授与されることはなかった。ため、佐賀の乱、上風連の乱、秋月の乱、萩の乱、西南戦争、日清戦争、北進事変、 日露戦争、第一次世界大戦、シベリア出兵、満州事変、第一次上海事変、日中戦争、超古本事件、ノモンハン事件、第二次世界大戦などを経た歴史の古い連帯の軍旗は旗部分がほとんどなくなりふさだけとなったものが極めて多かった。これらの軍旗は激戦を戦い抜いてきた連帯の栄光の象徴として大変な名誉とされており、 1886年に原始が発表され、1891年に曲が付けられた、軍歌「敵は幾万の第二番では、風にひらめく、連帯聞き門は昇る朝日恋を旗は飛び来る弾丸に、破るることこそ誉れ慣れと歌われている。しかし旗だけが損耗して棒が残る点については、久留美沢康二は人為的に密かに手が加えられていたとする証言を、 聞いたことを軍隊時代の体験記である黒パン浮力に記しており、また連隊の将校が在隊記念として旗編を隠れて失敬することもあった。平時においても演習時に軍機が損傷することも少なくなく、これら損傷記録は核軍機と共にあった公式文書である軍機損傷誌や軍機日誌、軍関係者や民間向けに反復される冊子や軍機縮図に、 英いりで記されていた。皇軍時には無駄な汚損を防ぐため、筒状の布袋を被せ保護する。中でも、神風連の乱にて、旧、熊本半反,反乱士族の攻撃を受けた、不評第13連隊では、佐竹博明陸軍中尉が、陸軍五国旗を体に巻きつけ主し,したため旗がちに、染まり、また、日露戦争の佐賀海戦、三方丸石山の野州白兵戦において、 不評第39連隊の軍旗は先決を受けたため、これらは血染めの軍旗と謳われより一層損失された。なお、軍縮などにより連隊が廃止される際は軍旗は放還される。これは編成の改編でも同様であり、1940年頃末から順次実施された一部の既存騎兵連隊の創作連隊への改祖では、編成に際して軍旗は放還されている。 戦時の報道写真においては、防具用上の理由から画面に映った軍機は検閲の対象に含まれた。また、軍機は戦闘において連隊が壊滅間際、玉砕直前になった際は、連隊長や機首の手により捧ぐやきされた。第二次大戦終戦時には、各連隊に対し陸軍大臣により捧ぐやき命令が出され、軍機捧ぐやき式を経て、 ごく一部を除きすべてが消失し、灰や燃え残った旗、関東破片も途中に埋没ないし河川に流され、処理された。これは、天皇の分身である軍旗を敵の手に渡すことを避けたためである。一方で、ごく少数であるが現存する軍機や将辺が存在している軍機の遺装の、朝日旗に新戦争勝利外線の祝典を描いた、西絵、中央上部に軍旗を廃すとともに、 また祝い事であるため逆なるには朝日が描画されている。なお、中央右寄りの左重に組み込まれている白地に赤色の山形派線の旗は第一大大器、洋日都のべ一角1894年、極日期も参照上述の通り、帝国陸軍の軍機の衣装たる朝日旗は当時から有名な存在であったと同時に、その衣装は、 現代の今日に至るまで多方面で使用されることとなった。なお、日本において曲実という概念、衣装自体は比較的古くから知られていたものの、曲実機として公式に考案、採用、規定されたのはこの陸軍五国旗が史上初めてである。事与対象が不評連隊と騎兵連隊のみであったのにもかかわらず、軍旗が帝国陸軍の象徴に、 位置続けられていた一例として、元帥たる陸海軍大将が廃用した八百九十八年制定の元帥気象や、明治二十七八年従軍気象、明治三十七八年従軍気象、大正三十四年従軍気象、大正三年内守九年戦役従軍気象、品地編従軍気象といった各戦役の従軍気象では、その衣装に軍気を使用していた。また、 陸海軍の予備役軍人や、未入営補充兵ら在京軍人が入会する、組織、帝国在京軍人会の区町村単位の分解が、保有する、会期は、不評連帯軍機をモチーフとしたものであった。特殊な例として、1898年に、慶応義塾が、軍機を制作、納入していること武器や商店より、特別の許可をもって、制作途上の軍機を購入している。これは、 慶応義塾が他校に先駆けて独自に発足させた慶応義塾生徒隊の待機として導入したものであり、曲日旗自体はそのままに関東を熟小であるペンマークに某は朝に色に変え、軍旗では連隊の対号を記入する余白には福沢諭吉によって慶応義塾生徒隊の文字が書かれてあった。翌1899年3月15日には福沢別邸において、 大気授与式が行われている。また、チベットの国旗の衣装は、その公案に、青木文教が関与していたこともあり、間接的に、帝国陸軍の軍旗の衣装の影響を受けている。不評第321連隊では、軍旗の喪失を惜しんだ、連隊長、後藤志郎陸軍中佐の考えにより、旗竿のみを収めた法案箱を、笹ぐ焼き。旗と関東は、 GHQ 統治下を経て、日本の主権回復に至るまで新透典業居という団体の施設に隠し通したため、これがほぼ完全な姿で現存する唯一の軍機となっている。これは旗竿を復元した上で、安国神社に奉納され、優秀館の特別陳列室に展示されている。この他にも一部の連帯では、笹具焼きを経て残った破片や灰、 もしくは法念を免れた一部が、連帯将兵の手により持ち帰られている。不評第57連帯、不評第86連帯、不評第143連帯などのものは、靖国神社に奉納され優秀館の第15展示室に、不評第39連帯では、血染めの旗編を同連帯の慰霊碑内に収めさらに、その一部は、姫路中屯地資料館に、 不評第63連隊の破片は、出雲駐屯地資料室に、不評第70連隊では、連隊長、石川久米吉陸軍大佐の、連隊長は、軍旗と共にあるという信念により、関東と房の一部を呼び、軍旗日誌を主権回復に至るまで保管。現在は、丹波市の山市の戦没者慰霊施設に収蔵されている。不評第14連隊では、 笹具や儀式に参加した将校巡視官以上及び各中隊の歌詞官、兵代表の全員に対し切り分けた房を配布、また一部の青年将校が埋没された関東の破片を掘り起こし保管している。連隊長を筆頭に軍機の敬礼を行う不評第36連隊、陸軍令式令によると、第4章に軍機に関する敬礼が定められている。軍旗の敬礼軍旗は、 天皇に対する時及び灰紙の場合に限り、敬礼を行うものとされ、連帯機種、軍機衛兵並びに、軍機中隊及び、誘導将校、護衛歌手艦並びに、軍機誘導部隊は、軍機の敬礼を行う場合に限り敬礼を行う、ものとされた。軍機に対する敬礼抜刀将校や、武装歌手官兵の軍機に対する敬礼は天皇に、対する敬礼に同じであり、 抜刀将校は、刀の霊、武装化し官兵は捧げつつ、捧げ刀の礼を行う。室内においては、拝礼する。軍機に行き合いまたはその傍らを通過する者は、行進官においては停止し、乗馬車は乗馬のまま、乗車車は乗車のまま軍機に面して、敬礼を行う。この敬礼は、連隊長や連隊機種ではなく、あくまで軍機に対して行われる。 不評第148連隊統一の戦いにて、玉砕直前に、涙と共に、笹具焼き中央即応連隊の自衛隊機自衛隊機、自衛隊機、中隊機が、縦銃の要領で地面で支えられているのに対して、自衛隊機は放置されたまま、自衛隊の旗も、三照陸上自衛隊において、軍機に相当するものは、自衛隊機である。衣装は八条の朝日旗で、二十のは、 白色、日照及び、光線の彩色は、紅色、円の彩色は、金色とされている。縦8 7 5トル、横は1 0 8 9トル、日照は、直径4 1 5トル。旗の記事は、あや色より、連帯名は旗竿に付されている名番に記入される。自衛隊法第四条により内閣総理大臣は、自衛隊旗を交付し、 自衛隊法施行令、第1条の2第1項により陸上自衛隊の連隊にのみ交付されることとなっているため連隊機の通称故障もた々使用されている。なお陸上自衛隊の前身である警察予備隊及び保安隊にも連隊機が制定されていたが旧軍との関連性を排する意図から朝日旗の衣装は用いられておらず20歳の最色機は連隊職種を示す色とし 中央には警察予備隊の傍傷であった極日章に鳩が衣装として配置されたものであった。旗竿には菊門ではなく王花が用いられた。警察予備隊の連帯記は警察予備隊令昭和25年8月10日、ウィキソースには警察予備隊令の原文があります。により警察予備隊が発足した翌1951年に制定され、 旗のサイズは帝国陸軍の軍機にほぼ準じた縦 80cm、横 100cm のもので、極実章に旗の衣装の下に白地で連帯番号が記入されていた。保安庁法により保安隊への改編が行われると旗のサイズが現在の自衛隊機と同じ縦 87.5cm、横 108.9cm となり、連帯番号は 帝国陸軍と同じく旗の左下に白布に黒字で記入される形に変更された。これらの連隊機は昭和29年の自衛隊の発足とともに廃止され、戦術の朝日旗を衣装とする自衛隊機となった。陸上自衛隊には、連隊以外にも、軍機、大隊機、中隊機及び中隊機に隊機が授与されるが、次のような際、特異点がある。 法律の正常に規定されている。内閣総理大臣から授与される。朝日旗である。高級的、伝統的な部隊単位である連隊にのみ授与される。機種には主に防大卒の三等陸位が当てられる。一度使用された連隊機は、当該部隊が廃止後別の部隊に授与されることなく、広報官等に展示されるか保管される。部隊機及び帝国陸軍の軍旗と違い、 型に部隊名は直接記載されない自衛隊機を含む隊機については部隊が儀式その他の公式の行事に参加する場合部隊が自衛隊法第6章に規定する行動を行う場合で部隊の長が必要と認めるときその他部隊の長が特に必要と認める場合に使用することができるものとされ現代の軍機の使用実態に合わせて行事における 使用目的が、旧来の軍機の用途である戦場における、部隊長の所在の明示目的よりも上位に列挙されている。函館大戦争の図陸上自衛隊の自衛隊機は、帝国陸軍時代の軍機の衣装をベースとしている。ものの、構成を16条から8条に変更するなど差異がある。しかし、八条曲実機の衣装自体は十六条曲実機と同時代の頃から存在しており、 例として、明治時代初期に、歌川義虎により描かれた函館戦争を描いた、西絵「へ、函館大戦争の図や、自、明治元土の絵立つの夏休幕の有心党党隊の、戦争破れ欧州へ、脱走なし夫よ,より、函館へ、押し渡し、埼玉先城にお手かせ戦の図では、新政府軍が、自衛隊機の衣装とほぼ同じ八条曲実機を掲げ、 旧幕府軍と戦闘を行っている場面が、描画されている。2011年当時の、第10師団霊下連隊の各自衛隊機と連隊長。手前より、第10特化連隊、第35普通化連隊、第33普通化連隊、第14普通化連隊、第49普通化連隊2007年自衛隊、記念日、第54回中央関越式における、 自衛隊機共和国軍の軍機ドイツ陸軍の不評連隊軍機、連隊機ドイツ軍機。海軍の軍艦機としても用いられていたドイツ語では、日本語の旗に対応する単語が大きく分けて二つある。形容台から、スルスルと形容される旗はフラが、旗竿に固定される旗はフォンナと称す。また、フォンナの中でも、スタンドルタと称される十字型の旗竿から吊るされる。 小さな四方形の旗も存在する。当稿では第一次大戦から第二次大戦期におけるドイツの軍隊及び準軍事組織の軍機、連帯機等の変遷について述べる。ベルサイユ条約により10万人の兵力を制限されたバイマル共和制下のドイツ国軍は1933年のアドルフ・ヒトラーの政権獲得とともに大きく変化する。1935年に ベルサイユ条約を破棄し、再軍備が宣言され、ドイツ国防軍となると、旧軍の連隊機が式典に登場することを許され、さらに1936年から順次新しい連隊機が授与された。これはトラパンファニーと呼ばれ、各兵科ごとに色と衣装が異なる。連隊名は旗の下場の旗竿に巻き付けられたリングに刻印されている。また、 それと同じ陛下職と衣装で、スワローテールの小ぶりの連帯機も作られた。陸軍のみならず、海軍や空軍、突撃隊、新鋭隊、武装新鋭隊にも連帯機に相当する旗があった。ドイツでは、プロイセンの時代より、中世先生に連帯機が用いられている。新兵は左手を連帯機に触れながら、右手を上げ、人差し指と中指を立てて、 先生文を復唱する。第二次大戦も半ばを過ぎると敵に露獲される連帯機も多くなったことにより、1944年9月16日には連帯機を全てベルリンに回収する命令が出され、中世先生は連帯機ではなくドイツ軍機を用いるように変更された。日本における歴史上の軍機、関連物、ありがとうございます。